こんばんは入山明子です八月二十九日日曜日入山明子のつれづれ日記今日も暑い一日でした皆様お元気でお過ごしですか昨日のフェイスブックにコメントたくさん頂戴しましたのでお返事を返したいと思います一番のりは山川よし子さんでした ワンちゃんが揃って寝ています。スタンプをくださいました。小田切隆夫さんです。暑い一日でしたね。お疲れ様でした。今日は仕事の合間に FM チャッピーを聞くことができました。人生七曲がり。リクエストした曲で流れ始めていますよ。おやすみなさい。グッドナイトとワンちゃんが月に寝ていますね。ありがとうございます。全国各地のラジオ局でリクエストを いただいたものがか,かかったよっていうのも聞き始めています。とても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。近藤さんです。お休みなんしときました。パンダちゃんが寝ています。それから駅中さんです。お疲れ様でした。グッドナイト。クマちゃんが寝ています。北原慎一郎さんです。大好きとハートがたくさんありますね。十個ぐらいあります。 アバターで目もハートになってますね。それから林田幸子さんです。えー、ワンちゃんが応援してくれてます。スタンプをいただきました。森康代さんです。こんばんは。今日も暑かったですね。仕事に行くのにバスがなかなか来なくてずっと立っていたらもう少しで熱中症になりそうでした。危ないですね。首に冷却タオル、中に保冷剤を入れていたのでなんとか踏ん張れましたが この暑さもあとに3日の辛抱のようです。あきこさん新曲発売も刻一刻と迫ってきましたね。お体に気をつけて頑張りましょう。おやすみなさい。いや大変でしたね。本当にちょっとあの油断するともう熱中症になりますね。気をつけててもあの危ない時がありますから良かったですね。沖島春美さんです。あきこさんこんばんは。新曲を聞きながらあきこさんからのお返事を聞きながら。 みなが口ずさめる良い歌嬉しく思います今日も暑い一日お疲れ様でしたこちら昨夜五十ミリの恵みの雨が降り喜んでいます明日も笑顔の一日になりますようにおやすみなさいとブラジルからいつも応援ありがとうございます藤岡さんですとってもとっても綺麗で可愛いですまあありがとうございます加藤敦子さんですあきこさんこんばんは 今日も暑い一日お疲れ様でした新曲発売に向けてお忙しい毎日だと思いますがお体ご自愛くださいね明日も元気に笑顔の一日になりますようにおやすみなさい月が寝ていますねグッドナイトと可愛らしいスタンプいただいてます満月てるさんです今日は FM チャッピーリクエストかけていただきありがとうございます聞きながら気持ちよくなり寝てしまいました あこちゃんの歌が子守唄になってしまい、目が覚めた時、終わりの歌でした。パ <laughs> まあ、万月さん、そうでしたか。良かったです。なんか白熊がすごい勢いで手を振ってますね。<laughs> 山下まさみさんです。あきこさん、こんばんは。今日ようやく FM チャッピー聞けました。たくさんのリクエストやメッセージを30分の間に入れるのは大変でしょうが、これからも楽しみに聞きたいと思います。まさみさん、聞いてくださってありがとうございます。 やはりこの全国から聞けるというのはみんなでつながれる時間なので嬉しいですね。長塚雅彦さんです。あきこさん今日も一日お疲れ様でした。つながる土曜日 FM チャッピーも聞きましたよ。あきこさんの声に元気をもらいました。明日も素敵な一日になりますように大好きなあきこさんおやすみなさい。まあさんとあります。まあさんどうでしょうかね。えー、体調はいかがですか。 早く会える日がね近づいてくるといいですよね。楽しみにしています。牧野正明さんです。あきこさん、今日もお疲れ様でした。めっちゃ可愛い写真と <laughs> 書いてあります。珍しくコメントをいただきましてありがとうございます。柴谷とみこさんです。こんばんは、あきこちゃん。今日の FM チャッピー、コメントまで読んでいただきありがとうございました。やっぱり女のブルース、余裕曲ですね。何回聞いても。 あきこちゃんの人生七曲りも皆さんにそう言ってもらえるように頑張っですね。頑張ですねか。か早くカラオケで人生七曲、り皆様に歌ってもらえるように、9月15日が待ち遠しいですね。ってあります。ほんとそうですね。女のブルースリクエストありがとうございました。中垣さんです。こんばんは素敵ですね。お疲れ様でした。素敵な週末をお過ごしくださいませ。 コロナに気をつけてくださいませおやすみなさいまたなぁとありますこんばんはきこさん今日も一日お疲れ様でした新曲発売日が近づいてきましたねお忙しい毎日お体に気をつけてお過ごしくださいおやすみなさいとありますまのさんです可憐だなぁときました <laughs> この写真はねアプリがすごくねいいアプリなんですよねカネチクさんですうさちゃんが2匹喜んでいます 下がり富士をね作ってくださったんですよね。ありがとうございました。深田さんです。ひよこちゃんがウインクしてますね。かわい,い。西山秀子さんです。あきこさんこんばんは。チャッピーでコメント読んでくださってありがとうございました。待っている間ライブを見ていました。何度もお疲れ様でした。おやすみなさい。秀子さんいつもコメントをいただいたりリクエストをいただいたりありがとうございます。 野崎さんです。FM チャッピー嬉しく聞きました。アッコさんが歌う女のブルースいいですね。女の恋山悔のカップリング曲なんですね。忘れてました。失礼しました。おやすみなさい。ねえなかなかそうですよね。カップリングになると歌う機会も減りますので、えー、リクエストいただいてよかったですね。餅月哲也さんです。いつも美しすぎるとあいますほう。そうですか。ありがとうございます。 あら、トラヤー、りちゃん、きゃあ、きこさんかわいいです。リコちゃんも可愛いですよ。で、ね、褒め合ってます。<laughs> 内山さんです。入山さん、28日も1日お疲れ様でした。久しぶりのコメントとなりました。こちら山口県西部は久しぶりの晴れの天気となり、暑さもピーク地と比べ和らぎました。出勤日でしたので、FM チャッピーが聞けなくて残念でした。 29日もいい1日でありますように。それではおやすみなさい。金崎真紀子さんです。あきこさん、こんばんは。お疲れ様でした。いつも fm チャッピー聞けなくて残念です。でも時間帯で仕方ありません。いつも綺麗なあきこさん、新曲もまた青い服素敵ですね。よくお似合いですね。こちらも久しぶりに恵みの雨が降り喜んでます。日本ではコロナ禍も拡大で大変ですね。 どうかお体には気をつけてご活躍くださいね。新曲発表待ち遠しいですね。大ヒットをお祈りして、ゆっくりお休みなさい。マキコさん、ありがとうございます。えー、恵みの雨が降ったんですね。良かったですね。田中さんです。ママさん、おやすみなさい。良い夢見てください。とあります。嬉しいです。ありがとうございます。 猪俣さん、イメチェンしているのかしら最近今までの雰囲気と違ってきましてね。<laughs> そうですね。髪の毛を切ったのでちょっと変わってきたかもしれませんね。高明さんです。秋ちゃん、かわいいとありました。かわいいですね。かわいいスタンプくださってます。<laughs> これは猫ちゃんかなかわいいですね。倉田さんです。おはようございます。お元気そうですね。お仕事頑張ってくださいね。 時期が時期ですからね。とねあの気をつけて頑張ります。牧野明道さんです。おはようございます。FM チャッピーリクエストを読み上げていただきありがとうございました。人生七曲り、ぎりと情けと愛を乗せて何回聴いても素晴らしい曲ですね。必ずヒットします。みんなで応援していきます。明子さんの女のブルースも最高でした。 もう少しで新曲発売まだまだ忙しいでしょうが体に気をつけて元気笑顔で頑張ってください舞い上がれーとウルトラマンにファイトをしてる <laughs> 写真をね貼ってくださいましたありがとうございます宮岡さんです入山晃子さんいつ見ても歌はうまく美人ですねうっとりしていますといただきましたとんでもございませんありがとうございますさあそして森澤さんです入山さん皆さんこんにちは FM チャッピーのリクエスト読んでいただきありがとうございます。ラジオ、YouTube ライブなどを聞いて新曲を練習しています。残暑の厳しい日が続いていますが、体調に気をつけながら新曲発売、感謝の集いなど多忙かと思いますので、元気な笑顔で頑張ってください。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて大ヒット祈願。熊ちゃんがハートを出していますね、スタンプでありがとうございます。 そして、おなぶたつぎおさんです。鋼マドンナ、あきちゃん写真ドアップ。どう見ても、リング、イヤリングした生意気な女子高生だよ。かわいいねとあります。アプリですね。アプリ、アプリでございます。<laughs> さあ、それではですね、えー、ブログの方にコメントがありましたので、お返しいたしますね。新潟さくらさんです。 おはようございます。皆さんからのコメント返しを聞きながらの朝です。なかなか FM チャッピー聞きに行けなくていつも残念に思っています。昨晩ライブの画像を見せていただきました。ジャケット写真も爽やかで素敵。髪型も変えイメージチェンジですね。夏木豊さんのラジオも予定に入れておきました。新曲発売に向け頑張ってください。15日、川越に聞きに行けないのが残念ですとあります。ね、えー、桜さんありがとうございます。 富ちゃんです。FM チャッピートップに北海峡がいつ聴いても良い曲です。もっと皆さんに聴いてもらいたい曲です。が、またまた良い曲。人生七曲がり。9月15日に発売されます。この曲も全国の皆さんに聴いてもらって歌ってもらって可愛がって欲しい曲です。ありがとうございます。 さあそ,しそこまでですね今日の映像は先日の配信ライブのものを別撮りしたもので構成してみました明日から月曜日またお仕事が始まる方がたくさんいらっしゃると思います元気に笑顔でお過ごしくださいそれではおやすみなさい